4人仲良し的に、まあ、というかね、別の場所であっちにマー君とドアラがいて、まあ、僕らこんな感じでしゃべってるんですけど、じゃあ4人だったらもういつまででも時間がもうあっという間に過ぎてしまう。4人より2対2いいですね。ですか、はい、なるほど。勝手に進めていますけど、あ、はいはい、じゃあまた、あ、餅食べた餅食べた、あ、2人とも餅は食べたの、食べた、まず、まあ食べてない、ドアラは2個食べた、さすが、あ、2個、どうやって食べたの、雑炊、雑炊、うん、じゃないよ、雑炊、雑炊これトークショーの内容と全然関係ない感じ、あ、正直でノリやね、正直でノリで、あ、なるほど、じゃあ別のです、べ、あ、別ですか、はい、今日、あ、こっちはこっちで進めていって、みたいです、あ、また不思議な感じですよ、もうだってあれですからね、先生またあのスペシャルなところに引っ越しされたんですか、え、引っ越したんですか、確か引っ越されたらしいですよ、ドアラ先生、ステップアップです、ちょっとずつ、今の部屋の間取り教えてください、ドアラ間取り、どんな感じ、前確か小屋みたいな感じ、そう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 ですね、あの、ま、窓開けたらあの蜂の巣があってビビったみたいな、すごい何畳のリビング、大きくなったんだ部屋が、体育館みたいな、体育館が でもまだね、 BB みたいなすごいとこ住めないですよね、あ、 BB すごいですよ、タカさん行ってますか、 BB 高台の夜景が見える部屋でしたね、あ、だからあれですよ、ドアラの秘密の本のこんな感じですよそのまんまでしたね、すごいですね、あ、もう会話が成り立ってるんですね、はいはい、だからまあ、なるほど、落としたのもらったかと、誰かくれと、まあ、ドアラがくれだよ ね、 ね、結構動いてるんだからね、ドアラみんなに後でね、落とした番待ってもらうからな、はい、じゃあまたトークショーということなんですけれども、はい、いつも結局はこうお客さんから質問をいただいて皆さん頼りなんですよね、結局 ね、 ね、質問してみます、あります、質問、マー君今日特別に来ていただいてるので、マー君とドアラ両方に答えてもらいましょうかね。ね、はい、質問が、はい、じゃあドアラ、マー君、お二人に質問がある方手を挙げてください。あ、はい。じゃああちらのお帽子かぶっている方よろしいですか。じゃあ前に来てもらうのかな。はい。じゃあこちらでお帽子ください。マー君、聞いてきて。はい。いいですね。ドアラと結婚したいんですけど、どうしたらいいんですか。ああ、なんか前もそんな質問があった気が。あ、すみません、本気？本気です。本気です。です本かなり本気です。かなり。それはね、マークの前では厳しいと思いますよ。ごめんなさい。うん、じゃあマークも答えてもらおうかな。じゃあマークもじゃあ、はい、答えていただきましょうか。マーク若干やきもち焼いてないですか。あ、なるほど。落ち着け。確かに落ち着いてみましょう、ね、さあそして落ち着いてマー君がこう答えますあんたしあんたしだい、あ、なるほどね、マジ本気ですね、どうやったらドアラの心をつかめるか聞きたい、マー君、どうなんですか、ドアラのどこがいいんですか、そうですね、ドアラの人生、ドアラを尊敬、尊敬してる、うん、ドアラのおかげで生きてる、あ、ドアラをね、皆さんのおかげで生きてる、うんうん、あ、ドアラの本読んで余計落ちる、ドアラの秘密、ね、ドアラの秘密、あ、ドアラでも頑張ってるんだと、うんうん、いつかドアラになりたい、なるほどあのドアラの秘密は本当に気もらいましたね、はいはい、いやなんか、ええ、うん、ドアラには勝ったと思いましたね、あ、なるほど、自分の生活そういう意味でね、はい、すごい勇気を与えられる、もうあの本当にああいうとこ住んでたんですからあれね、はいじゃあ、 あの後ほどの相談受けますので私、はい、しっかりと悩み聞きますので恋愛相談 OK よ、はい、はい、じゃあ、はい、ありがとうございました、はい、いろんな恋愛するといいと思いますよ、はい、ありがとうございましたそうですね、はい、じゃあ他に質問がある方、はい、じゃああちらのまたお帽子かぶっている女性、はい、はい、お願いします、さあいろんなね質問が
飛んでまいりますけれども、マー君も熱烈なファンっていうのは結構いらっしゃるんですね。いや、もうすごいですよ、千葉行ったらもう。はい、ありがとうございます。